さあ今日は9月、8月28日で水曜日だなんですけども、木曜日明日は松田先生がなんかご都合悪いということで、急遽、あの、今日撮ることになりました。安田さん、ご都合悪いということなんですけども、二人で撮りたいと思います。さあ松田先生、どんな感じですかここ一週間は。ええ、まずねいや、今日撮ることになったっていうけど、僕は、あの、明日、えっ、ー、と、育野高校っていうところの。ええ。 SSH、スーパーサイエンスハイスクールとのの委員をやってるんで、それに行かんといかんですよ。えーはい、で、行くの方向っていうのは、大阪の松原市ちょいうところにって、えらく遠いわけですよ。からは特で、行いでかね、うんうん、だから収録時間に間に合わないから、あと、えー、に回してほしいと申し上げたら、えー、まあいろんな都合で、今日はどうだ、もう,もう番組がなくなるから。明日の朝までしかないんですよ。<laughs> ええ、ちょっとでも雑談でも何でもとっい、ええええというわけでね、で僕は今日実は図書館に行ってたんですよ。で、これからお話しするけど、あの例の今日公開された、えー、電流のエネルギーは、えー、その電線の外を流れるというものに関してですね、ええ、まあ勉強会でその動画、ベルタシアムの動画を見せて、まあ、議論して。 <で>でそこでね、ちょっとね、まあ、面白いことがあったんで、まあ、その話。だ<あ>から、今日、今日実は図書館で、まあ、そのベルタシアムに対する、まあ、反論というんじゃないんだけど、まあ、コメント的な動画を見てたんですよ。はい。で、まあ、そ,まあ、その人の言うことは、まあまあまあ、適切だけど、うん、というんで、で、見てたら、塚本先生が <laughs>、メールが来たんで、慌てて、 え帰ってきたとあははいやいや、うん、今日取れそうだったらお願いしますという明日の朝で動画途切れるんでと2本でも3本でもちょびっとでもちょっといきましょうよという話とい,、ね、というわけで今その電流のエネルギーの話についてさらにコメントしたいといああはいはい,、はい、いやいや私もちょっとそれについては、はい、ですねあの思うところがまたあったんでうんうん、えー なんかまたはな続き話せたらなというふうに思います。えっ、ー、と、もう夏休み終わりですけども、あれですね、台風ですね。ねえ、いや、ちょっと心配し,してたんですよ。というのは、明日今言ったように、の高校行かんといかんと。で、台風がね、えー、その時にぶつかると困るなと思ってたら、もうちょっと。大丈夫そうな感じですね。ようん、それをですね。えー、えー。明後日明後日まあさってしあさって、関西はね。 二人、うん、かなというとこですけども、それも変わりますからね。何、うん、ともわからないですね。もうちょっと伸びるかもしれないという感じでしょううん、うん、えー、なんかかなり巨大なという。らしいですね、えー。ただね、この台風来るぞ来るぞと言いながら、なんか結局大したことなかったみたいなもも過去にはありますから、ね。結構ありましたね。ちょっとまあわからないところです、うんうん、予定はちょっと柔軟に <laughs>。 あの、対応しとかないといけないなという感じはしますね。もしもこうなった時には、みたいな。うん。でも新幹線なんか大変なようですね。<え>うん、いや、飛行機も軒並みに止まってますよね。うん。もう止まっあの、九州の方では止まってますよね。うん。まあ新幹線も。ええ。あの、私の方は例の、あの、前回赤いちゃんちゃんこ来て、 登場しましたけども、誕生日を迎えまして60になったということで、ちょうどそのタイミングで沖縄出張行っててですね。<う>沖縄でどんちゃん騒ぎしてきたと。<おう> <laughs> まあ、一緒にいた人みんなに <laughs> おめでとうございますとか言ってもらって、まあなかなか、えー、いいもんだなと。に一回のいやあの60年に一回, <laughs> に1回もうないわね。いやいやいや120の時もまたやりましょうと。 2回目の還暦をぜひ迎えたいというふうに思って、昨日帰ってきたとこですね。台風のタイミングによってはね、ちょっとまあ帰ってこれないみたいなこともあったかもしれませんけども。沖縄とおっしゃいましたえ、沖縄です縄。いや、台風ね、その辺行ってるじゃないですか。ええ、だけどね、沖縄よりだいぶ北の方なんですね。 うん、沖縄と、沖縄ってだいぶ南であると同時に西の方うなんで、ちょっと多分影響はなかったと思いますね。でも飛行機、どうなんですか台風の上を越えてきたのいえいえいえ、まだ全然大丈夫なタイミングだったと思いますけどね、ちょっとわかりません。あのああそううかちょうど通る途中あたりに 台風があったのかなちょっとど、あの、航路を変えたのかどうかとかはよくわかりませんけども、あの、普通に乗ってる限りは全然影響は感じられなかったと。帝国に発射して帝国にであ着いたという感じでしたけど、うん、で向こうでは初日はちょっとあ、3日間だったんですけども、初日は多少雨模様だったんですけども、うん、3日目はもう,うすごくあの晴天で、あ、やや曇りかなあの、すごく気持ちよくですね、沖縄を満喫してきたと。 いう感じですね。沖縄ぜひ行きましょうよ、うん、また。<laughs> <の>僕ね、昔行った時非常に感動したんですよ。いいとこだなって。<laughs> あの、まあ、海がね、すごい綺麗で、うん、エメダルドグリーンの海でですね、こんなんは本州じゃないですね、とか言うたら、よく知ってる人から、白浜もこんなん感じですよ、みたいに言われて、<laughs> 結局そこが浅く、浅いと <laughs>、うん、綺麗な色になるんですね。うんうん ええ、そんな感じです。で、私の方からもいくつか、あの、持ち越しになっているようなテーマに加えて、いくつかちょっと思うところがあるんで、例えば台風の話とかね。うん。あと、今日出たんですかね。昨日か今日出た、松田先生が人工知能学会で、えー、パネリストをしてこられた動画。ええ、ええ。えそれの話をちょっとよかったらしましょうよとう、うん、というところなんです。やバイオショックさんが出られ、ねえ、講演されたやつよ、ね。ええ、ええ。 というところで今日の分ちょっと短めに取っていきたいというふうに思います。うん、はい。